チュア隊長です。メリークリスマス、メリークリスマス。本日12月25日クリスマスでございますが、特に予定もなく家でゲームやって動画撮ってます。まあこの状況だからね、なかなか外で遊ぶっていうのは抵抗あると思いますけども、そんな中でもね、僕の動画を見てくれてありがとうございます。まあ年末年始は僕は本当にどこにも出かける予定は現状ないので、ちょっと最近動画投稿頻度低下ということで、年末年始めちゃくちゃ動画撮りまくろうかなと思っております。というわけで前回の続きですけども、ズラタン監督キャリアですね。あ、今日ついにあれか、首位との対決、丸目との対決ですよ。来ましたね。いや、この試合に勝つためにね、一応いろいろチーム作ってきたんですけども、ここまでリーグ戦7試合やって2勝3引き分け1敗。まあいい成績というわけでもないですね。今日の丸目戦に勝って、まあ首位に立つことはちょっと今の順位表を見ると無理ですけど、まあトップ3に入って、で、こっからまた連勝スタートしていけばなと思います。まあリーグの中でもね、得点は1か。まあでもそんな変わんないな。丸目も14ゴール奪ってるし、ね、ファルケンベリーは15ゴールですけども。そしてグローバルトランスファーネットワークの方で選手いろいろ探してるんですけど、若手の選手ね、あ、長井とかね、横浜 FC キャリアではむちゃくちゃ無双しましたからね、さすがに同じ選手は獲得するつもりないんですけど、なんかね、同じリーグで、同じスウェーデンリーグでミャルビジョナス・リン、リング、リンって選手、21歳、 ST スウェーデン人、この選手さめちゃくちゃ強そうなんだよね。市場価値もなんか2400万っていうむちゃくちゃ高い選手なんですよね。レンタルいけるかな。そんなミャルビーは現在14位よ。ミャルビーめちゃくちゃいい選手持ってる。あー、やっぱり強いだけあってチームの中では一番点取ってるね。7試合出て5ゴール2アシスト。無理だな。総合値74。待って。ファルケンベリーにもそういうなんか当たり選手欲しかったわ。いねえもん。75位の選手なんて、このリーグではもうめちゃくちゃ貴重だろう。行って64だよ、キジとの。最近移籍してきたんだ。ユースではないと思うんだよな。他のクラブから取ったのこれ。そんな予算あるのミヤルビー。いや、絶対ないはず。コネ使ってるわ。ミヤルビーと当たったら、こいつめっちゃ要注意じゃん。さあ、というわけで、首位丸目戦に向けて記者会見にズラタン・イブラヒモビッチが参加いたします。さあ、ここまでズラタン監督、思うような結果を残しておりません。ただ、この試合に勝つことができれば、間違いなく上位進出、優勝も見えてきますよ。リーグ2位で終わるなんてね、イブラにとっちゃもう敗北に等しいからね。今仕事閲覧の方を見ると応募してみようかな。いや、多分ダメ元ですけど、確かね、なんか同じリーグでのクラブ移籍はね、ちょっとね厳しい気がしたんですよね。やっぱ丸目はね、イブラの、ね、出身クラブでもありますからね応募してみよう丸目線の前に応募してみよう。あ、絶対無理だけどね。これで通ったらめっちゃ驚きだ。通ったら行く、丸目に行く。いや、ファルケンベリーで仕事を受けたんだから、最初から最後まできっちりやれよって言いたいのはわかるんですけど、いや、丸目に行くチャンスあったら行くでしょ。まあ、ダメだと思う。システム上でもなんかね、無理だった気がする。というわけで、メンツに関しては特に変えてるとこはありません。2トップはね、ソイリとキジトで行きます。トップ下はマノコフで。他はいつも通りですね。さあ、というわけで丸目、ちょっとなんか、変則的な気がしますけど、4-4-1-1ですね。キックオフ。よし、首位の丸目との対戦、ついに来たぜ。今シーズン1位、楽しみな試合です。まあ、丸目戦の前にズラタンは丸目に監督の逆オファーを出したという、もうこれはかなり問題となってますよ、現地では。来たぞ、いいんじゃない、もう早速。ああ、もう決まっちゃった。早い、ファルケンベリ先生です。決めたのはマルコフ、マナコフねマルコフって、いい、こういうシンプルのでいい。でもね、1点取ってもね、油断できる状況じゃないんで、ファルケンベリーの、リーグでの失点数を考えれば1点取ったとこで安心などできるはずがない。追加点取りに行くよ。姿勢は変えず、まあ、コース切るので精一杯なんだけどな。でもコース切るのも間に合わねえんだよな。オフ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 、もう早めに追加点取って3点取らないとマジで安心できない。ういーね、はい、うん、押し込めない。ああ、惜しい。おお、相手の7番要注意だな。
足速そう。サイド空いてる。もう一回出されるから、いや、そのタイミングで出す。うー、危ねえ。はい、これ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 、ナイス。いやー、攻撃落ち着いていこうぜ。落ち着いてる落ち着いてるか。あー、もう前線の選手だけでサッカーやってる。あいつ、こっちも人のこと言えねえけど。あー怖い、こういう状況になると怖い。止められない。タックでいこうかな。あー、クリア。オッケー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 、これ耐えよう、これは耐えよう。オッケー。いや、強いっすね、丸め。支配率 62%。 もうこっちはもうザ・カウンターですね。もうカウンターサッカーだわ。よいしょ、来た。キジと空いてる。あー、キジと外側行って自分で行く。ナイスー、外に行ったの正解。中にドリブルしてったら確実にボール取られてたな。ナイスー、よし、追加点。今シーズン8ゴール。丸め相手に2得点。まあ2点はまだ安心できない危ないスコア、うちらにとっちゃ。やばい、これは大丈夫か。いや、クロスを上げてこない。そこでキープして、で下げるんだよな。下げる下げる、そう。やばい、いや、それはナイスセーブー。まだある。この濃い、ナイスカウンターです。ありがとうございます。いや違う、縦じゃねえよ今の、横だわ。これはこれは下げた、下げて縦。ああ、いてる。うわー、早い、間に合わない。あそこコースキンの間に合わん。ああもう間に合わねえわ。2対1です。これは同点に追いつかれる中が、いや今まで追いつかれてんだよな、ここ最近ずっと。点取るはいいけど追いつかれてんで。まずい、これ縦空いてるだよね。よし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 、通った。 OK、 オフです。とにかく真ん中。あーよし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 、焦ってきてるよ相手。あー、そして自分たちのボールにできない。この状況はきつい、危ねえ。いやー、クリア。頼むよ、ここで終わりたくないって。うい、あ、これ、このパターンは勝ち確だな、これは。よしよし、もう終わり。はい、試合終了。まだわかんねえな。まだわからんな。よし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 。あー、最後1点取られずに済んだ。いや、この勝ちはでかい。ナイス、イブラ監督。ちなみにこの試合、交代なしでした、ね。トップのクラブに勝ったっていうのは、実績としてはかなり評価されますよ。さあ、応募に関して。まあ、そりゃそうですよね。うん。一回他のリーグ挟まなきゃいけない。でも今んとこ仕事閲覧見ると、国内しかないけどね。やっぱりリーグ優勝とかしないと、こういうのは他のリーグのクラブ出ないか。おー、出た、アキンフェンは。いやー、こいつ頼るしかないか。フィジカル。フィジカル、今のうちのチームにはフィジカルが欲しい。移籍リストに載せておこう。狙える、この市場価値だったら。あー、キーパーね、キーパーいけるかもな。ブラボ行っちゃう。いや、でも完全移籍、そもそも交渉すらいけない気がするよな。いや47いけるな、ここら辺いけるわ。これのキーパー、
キーパー補強結構重要かもな。あ、コロッチーニもいいね。センターバック、ここら辺はお手頃ですよね。アリー・グラント、この選手もいいな。キーパーだな。今うちのチームはキーパーが本当に、とにかくキーパーにはチェックしとこう。川島エイジ、おー、いいね、いいね。ペペとかはまだ高えな。550万だ。獲得できて一人だな。さあどうする。キーパー補強したいが。まあ、週休見ると狙えるんだったら、まあ、川島はなんか簡単に取れそうなんだよね。コロッチーにも行けそうだな。ちょっとここら辺はレポート届き次第行きたいんですけど、とにかくキーパー補強できたらいいですね。まあ、でも川島はでも70いってない気がするな、総合値。だったらこれブラボだったらめっちゃいいんじゃない。違約金58万払って、週休で行きますか、ブラボ。まあ、カバジェロも狙えそうなんだよな。行きましょう。ブラボにオファー出してみましょう。違約金払います。さあこれは今シーズン一番大きな買い物です。うちのクラブの総資産の約半分を出してしまいますから。コントローラーの電源切れた。いや、もちろんチームの要、そりゃもうお任せします。はい、今すぐ欲しいからね。まあ、契約年数はぶっちゃけ何年でもいいですけど。あ、1年。あ、全然いい、全然いいよ。まあでも、まあ、2年はいて。はい。さあ、給与ね。うち出せて1万です。はい。出せて1万。もちろん、給与が高いのは重々承知ではありますが、ここは1万で納得してくれ。いや、納得しろ。そこまで悪い雰囲気じゃないよ。いいんじゃないのこれ。来ました。これでうちのチーム、一気に失点が減るでしょう。オッケーオッケー。で、あとはね、センターバックのコロッチーニ。これ、レポート届いたらオファー出せるかな。もうキーパーはもうブラボが一番いいと思う。ダキンフェンワはどうだろうな。もう前のキャリアでやってるから、正直いらないっていうのはあるけど、もう一回獲得するっていうのはまあありっちゃありだよね。まあとりあえず、次の移籍市場までは入ってこないんで、残り約1ヶ月間ですか。もうここは、まあ2試合しかないか、残り。今回の試合含めて3試合しかないんで、なんとか耐えたいですね。さあ、というわけで今回のメンバーは、2トップ、ニルソン・キジトでいこうかなと思います。メンバーは特に変えず、それ以外は前回と。さあ、やっていきましょう。丸めに勝ちましたから、ここから連勝スタートです、再び。もう失点数は多いのはわかるんですけど、もうそんなのは気にせず、とにかく前進あるのみ。突っ走る。よし、ここキジト勝て。お前ここで勝たないと。よし、頑張った。お、来たー、あざーす。上で早い、また早い時間帯で決めた。いいよ、いやいいね、ここ取り返すところ。よし、幸先いい先制点です。いつもはこんな感じです。幸先はいいんだよ。先制点はうちが大体取るから。でこっからね、後半にかけて失速するっていう。まあ、ただキーパーがね強いの入ってきたらマジで結構ガラッと変わるからね。ブラボはめちゃくちゃいい補強だと僕は思うんですけどね。うい、うわー、危ない。クリア、クリア、クリア。危ねえ。これはキーパー取れる。よしよし。オッケー。オッケー。上で、上で、勝て、勝て、上で。あー。もう一個組んだろ。おクリア、クリア。いやー、危ねえ。キーパー。危ねえ。いや、ほんとドキドキしますよ。お、これは。いや、あーと一歩。ポゼッション相手 79% ってやべえな。知ってる、知ってる、知ってる。あーっと、待って。危ねえ。前半終了です。1点守りきる。後半もこの勢いは続かないと思うんで。何としても追加点、追加点取らないとうちらは絶対勝てない。宇野ゼロで勝つなんてほぼないに等しい。
OK。これは、いいんじゃない？流れ悪いよ。怖い。クリア！ナイスアミオット。ダメだ、全部相手ボールになる。いや、それ届くの？なんで？嘘でしょ。それ。そんなん届くの？よしよし。ナイス。キジト、いたさげて。やべえ。フィーバータイムだ、相手の。うわ、ナイス、アーランさん。いやー、これ以上はいけない。よっしゃ、ブロック。みんなでブロック。そう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 。これはコーナーにはさせない。うぶれ、あぶれ、あぶれ、あぶれ。いや、そこ出してくるんだな。いやー。ちょっと開けすぎ、危ない外側出すと思ったらそのまま立てきやがった。ほら無理だ焦ってる俺今。もう普通だったら3点ぐらい取られてもおかしくないからね。全部守りきってるから今んとこ。はい、終わり、もう終わり、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 終わりでしょ。よっしゃ、2連勝できた。いや、でも負けてもおかしくなかった試合です。これスタッツ見るとね、恐ろしいと思う。10本打たれてるよ、シュート。もう支配率も 75% というね、驚異的な数字になってるんですが、いや、でも守り抜きました。守備頑張ったみんな。さあ、というわけで本日は2連勝することができたんで、2位来ましたね。首位マルメットの勝ち点差は3、射程圏内です。いや、でもなんか正直このリーグではね、弱いクラブはないです。はい、全部強敵。ただ7月まで耐えればうちにはブラボが入ってくるんで、あと2試合だな。次回2試合やって連勝することができれば完璧だな。はい、じゃあというわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。